ソのハロミです。こんばんは。今回はですね、1月に、放送したあの続きというかね、今から23年前ですか、2000年の6月25日に、高橋幸宏と僕のトークを撮ってあるんですけど、それを挟んでやっていきたいと思います。これは貴重な蔵出しですかね。でその前に YMO のアルバム、1993年のテクノドンですけど、その中から2曲続けてやっていきたいと思います。1曲目は Be a Superman、作詞作曲は坂本くんと幸宏で、ウィリアム・バローズの声をリクエストしたのは坂本くんですね。バローズはその後数年経って亡くなってしまいましたけど、僕はといえばですね、この曲ではベースの音色とフレーズにすごい時間かけて没頭していたのを覚えています。それでは Be a Superman。 Be a man. Be a human animal. Be a Superman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 .
次はポケットいっぱいの虹という曲ですね。1960年に、エルビス・プレスリーが映画 G.I. ブルースの中で歌った大ヒット曲です。日本語の作詞は湯川玲子さんに書いていただきました。ありがとうございました。それではポケットフローブレインボーズ。さて、ここから、さっきお話ししました蔵出しを始めたいと思いますが、これは以前にもピックアップした2000年6月25日のゆきひろとのトークなんです。当時のニューウェーブを振り返ったり、そういうお話で、盛り上がったんですけど、曲を解説しておこうと思うんですね。1曲目に選んだ曲が Worry という、これはエレクトロの すごくいいトラックなんですけど、
ゼロパスセブンというユニット、これは誰だかよくわからないんですね。で、それは1979年にしてはとても最先端な音だったという印象があります。2曲目に選んだのがリーナ・ラビッチ。このシンガーはですね、ニューウェーブの歌姫とでも言うんでしょうかね。もう一人、ニーナ・ハーゲンという人とすごく仲が良くて、二人はとても似てるんですね。とてもシアトリカルで、まあ、ゴシックな衣装を着てですね、濃いめの化粧で、口を大きく開けてですね、もうその後のニューウェーブの女性シンガーの雛形になるような存在でした。そのリーナ・ラビッチ、自称ポーランド生まれですが本当はアメリカ生まれということで、ジョアンという曲です。そして選んだ3曲目というのはセレクターですね。トゥートーンレコードというレーベルからですね、スペシャルズとこのセレクターが大成功を収めるんです。で、そのセレクターの曲は、Out on the Street。 それでは聴いてください。最初にヨーロッパツアー、イギリスか、イギリスに行ったんだっけ。うん、いやツアーですか、うん、ツアーはイギリスでしたね。うん、そのチューブスの前菜の以降ね、うん、その時にもうイギリスはニューウェーブでしょ。もうバリバリでしたね。終わり、バリバリ、まあ、バリバリ、うん、ニューロマンティックスじゃなくて、それは81年だから翌年ですね。あ、そうか、1回目はニューウェーブの頃。1回目はね、79年なんですよ。だからもうパンクとかニューウェーブ、うん、あとテクノっていうことじゃなかったですね、うんうん、その中でこのウォーリーっていうのをね、うん、買ったんだよ、うん、したらテクノだった。そうか、それは早いわ、うん、で聞いてみましょうよ、はい、ね、ゼロパスセブンっていうユニットです。ウォーリーat the strain in the brain falls mainly on the same. You're and drinking on your own tonight. Be out of luck. Stay out of sight. So maybe that's the worry. この音はすごいな。すごいでしょ、うん、そうなんですよ。これ何者なんだろうね。この人は一体どこに行っちゃったんだろうね。名前が分かんないんだよな、うん、先日トーマス・ドルビーと話したんですけども、うん、トーマス・ドルビーが音楽のルーツは何って聞いたら、うん、僕は、やっぱりエレクトリックミュージックだから、うんうん、やっぱり YMO と、うん、
それからクラフトワークと、はあ、それから、まあ、ヒューマンリーグとかで言ってたけど、ああそうか、あたりが僕らの音楽、僕の音楽のルーツだと思ってまして、あそう、でもちろん黒人音楽とかね、うん、彼はダンスミュージックとか得意な人し、歌だけうまいから聴いてたんでしょうけど、うん、やっぱり本格的に音楽に目覚めたのはそれなんですって、あそうなの、うん、テクノなんですって、そうなのか、うん、うん、でも同時期にやってたような気がするけどねちょっと後なんですよ、ちょっと後なのか、うん、うん、そう、じゃあね、思い出すままに、じゃあ次なんかゆきひろが持ってきた、僕はね80年代はね、うん、そうだな、例えば、バーナリントとか、うん、ちょっと今で言えばピチカート5的な、うんうんうん、それからマリー・ウィルソン、うん、でも圧倒的に僕が影響を受けてるのはトニー・マンスフィールドなんですよね、もうそれは、うん、みんな知ってますそれはではニューミュージックっていうグループだったんですけど、うん、マリー・ウィルソンもトニーのプロデュースだし、うんうん、で一方ではね、リーナ・ラビッチっていう人がいて、うん、これは僕も聞いてたよ、この人がなんか独特な、なんか共産権ロックっていうかね、うん、なんかよくわかんないんだけどスカーを基調としながらも、うん、なんか悪の強い歌で、あの、うん、なんていうの、デートリヒ的なというかね、なんかそれで英語なんですけど、うん、訛りのある英語で、うん、なんかなんとも言えない、じゃあ聞きましょうよ、うん、それリーナ・ラビッチのね、これは確かジョアンかな、ジョアンっていう曲、うん、はい、よく影響を受けてたのはやっぱりイギリススカですね、スカはよかった、気持ちよかったね、ツートン、うんうん、特にセレクターのあのスピード感がやっぱり良くて、これはもう増殖の時代だ、そう、ね、もう80年代に入るんですけど、うん、増殖って曲聴くとセレクターを思い出すっていう、同じサウンドだ同じなんだよねあのまんま YMO もあれでいっちゃえばよかったけどねもうね、ギターバンドになっちゃうから、ギターバンド、うん、そうすると気持ちがキャッチャしかできない絶対怒ったと思うけど、何が楽しいのとか言ったかもしれないし、セレクター聞きましょう、うん、
より増殖に近いのにしましょうよ。じゃあこっちだ、 B 面のね3曲目、うん、アウトオンザストリートス。時々ねすごいこと言うんでヒヤヒヤして聞いてましたけど、では今日は最後の曲、高橋幸宏が発見した才能ということになってますよ。高野宏君、彼が歌う YMO の曲 Q、 これはなかなか静かなアレンジがいいんですね。 Q という曲の真髄を歌ってくれています。Give me a kiss.
secret。